こんにちは、です。今回ですけども、レトルトさんのコースですね。いや違うやろ。違う？かっこ偽物。顔とかその名前とかな、でも偽物の書いとうかな。分からんけど、ほんまかどうか。ゲテ物かもしれない。いや、ゲテ物でも分からんやろ。いや、クッパのバグ。でもめっちゃ評価ついとうけどな、このコース。むっちゃ評価ついとんな。クッパのバグ。どういうことだよ。気になるな。クッパが乗っとうけどな、なんかあれに、タオパイパイに。タオパイパイ。どういうことだよ、バグあるやん、ネット。しかも評価するってことはやっぱおもろいんやろな、なんか。まあ確かにな。見てみようか。びっくりするってことだろ。これっけ？何だこれ？何これ？何だこれ？え、なんか下とかやばいことなってんやん。え？ほら。煙だらけになってんやん。なんでなん？何だこれ？何だこれ？これ何？どういうことこれ？クッパがそうだな。あーってなっとんな。すごいね。いっちゃん下に普通のクッパ俺。むっちゃ薄く残像。おぉ！抜け出した。クッパ抜け出した。見とったあれねん、ほんまや。最初のこのメットは何だよ。すげえなこれ。このドクロはいるってことだな絶対。え、ドクロいるってことかもな。うん。え、でもあれ途切れてない、あそこ途切れてない。 下あれやん、こう、あ、左右ドクロで床なっとってことか。そういうことやろな。え、なんやこれ。え、でもあんなんなるやな。クッパバグ、クッパ商店の巻きとかあれの。え、なにこれ。偶然発見したギミック。クッパ商店。クッパ商店、どういうこと。クッパバグ、クッパ商店か。ええ、なんだこれ。おい、なんだよさっきの。どういうこと。てまどういうこと。ええ、なんかバネ持っとるな。うん、なんか、なんか俺飛ぶやろここ。なんか俺ブラックパックやん。ええ、ブラックパックなんこれ。うわぁ、やばなんだ、どういうこと。こんなん偶然発見できるんだ。え、天才やろこれ。すげえな。え、ブラックパックン、ブラックパックンか。なんかブラックパックンとバネとクッパが合体しとったな。あー、いや、あーとはならんけどな。それ意味わからんけどな。それやん、わからん。それでも意味わからんけどな。これめっちゃ評価つくんじゃないこんなん。やばいやろ。え、なんでなったんやろな、あんなずっとジャンプしたら。うわー、なんだ。なんか制裁られていけたよ。ずっとなんかバネ当たっとう感じだったな。もう一回すげえの見つけてもだな。もう一回。え、どういうことこれ。ちょっとセーブして見てみる必要あるんじゃんこれ。うん、これ意味わからへんわ。え、なんなんこれ。こいつほんまブラックパックおる。しかもなんかちょっと一個ずつずれてない。え、え、どういうことこれ。待って、それでやったらね。俺ももう一匹作ってみろ、同じようなやつ。あ、クッパ。うん。え、ん、入ってまいよ。入ったな、なんか。あ、これや、それや。入った、入ったの。入らな無理なんじゃないそれ。斜め前やろ、でもそのあれはバネは斜め前やで。もう一個上やで、ここや。これでなろ。なんかちゃうぞ。え、ほんまここや。入ってまいよ。どこに。あかんあかん、ずれとう。まずずれとうもん、あの右側がクッパで、ブラックパックもそうかやな。あ、それでできるやん。おお、あ、すごいなこれ。なんでブラックパックになるのこれ。確かにな、分からんな。クッパの上に設置できるのそれだけたんちゃう、多分。なんなんやなこれ、ほんまクッパ以外は無理やもんな、多分。おらへんもんな、このでかいやつ。あー、せやな。当たってまうってことで、ずっとバネに。そういうことじゃない。そうやろな。どういう意味なの、ギミックとしては。なんででも上行くん。あー、でも空をだからジャンプした時にもうそのまま行ってまうってことやろこれ。やばい、ジャンプなんかバネの音聞こえたもんね。うん、ボヨン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 って。どうなるこれ。どうなる、あ、羽つき。ちょっと気になったな。お、やっぱ飛んでいくんや。飛んでいくな。やばこれ。これすごいな、むちゃくちゃやな。これバグではないんか一応。まあバグに近いよな、でもこれ。まあな、やばいなこれ。よう発見したな。うん、めっちゃおもろやんこれ。え、じゃあこれさ、クッパー今思ったんやけど、上塞いとったらどうなるの。ずっと上で、あ、なっとんから。あー、確かにな。あー、クッパー上塞ぐんけ。上塞いでもどうなるの、ちょっと。頭ずっと打ち続けるんじゃん。そういうことか。天井の頭を打ち続けるクッパーってタイトルってこと。こう作ったら、いけるかもしれない。天井に影響与えるかもしれない。それ作るか、一回次。
はい、じゃあ今回とりあえず、すごいコース見つけましたね。うん、偶然。最初よりなんか後の方がインパクト強すぎる。偶然発見した。そうそうそう。最初は、なんか、まあまあ、すごかったけど、初めて。すごかった。2個目がやばすぎて。衝撃や。いや、あれすげえな。ピピッと。すげえな。あれはすごいわ。普通に。ちょっとまたあれを利用してね。コース。また面白いコース。作ってみたいと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。あずー。ありがとうございました。